らせ動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたはです。今、巷で話題のこれ。そうです。パーフェクトグレード、ユニコーンガンダム。まあ、動画のコメント欄に僕書いたんですけど、完成しました。<laughs> えっと、これが届いたの、確か14日ですかね。14日に届いて、 まあお正月にゆっくり組もうかなと思ったんですけど、まあ翌日の15日にちょっと気分が変わって、もう作っちゃえっていうことで、まあゆっくり組んだんですけども、だいたいそうですね、ユニコーンの DVD を見ながら作ったんですけども、まあちょうど全部見終わるちょっと前ぐらいですかね。なのでだいたい6時間ぐらいです。うん。というわけで早速、そのパーフェクトグレードユニコーンガンダム、見てみましょう。ご覧ください。 パーフェクトグレード、ユニコーンガンダムです。このユニコーンモード、ちょっとよく見てみましょう。角がこんな風になってて、一本角です。まさにユニコーンですね。頭部のアップです。このバイザーの部分がグリーンのクリアパーツでできていて、すごく造形も細かいですね。このバルカン砲も別パーツです。まあ、全体的なプロポーションは、今までのユニコーンよりややがっしりした体型ですね。 僕はこのユニコーンガンダムを購入した時に同時発売されたこの LED ユニットも一緒に購入しました。この中にキットが入っていてこんな風に発光するんですね。この中に電池ボックスがマウントされています。これがモード切り替えスイッチとあとはオンオフですね。これを押すとすごいことになるわけです。この背面のバックパック、これを取り外すとご覧ください。 電飾ユニットがあるんですけども、これですね。これと、この台座の先端にある、この部分、ここを接続します。このように本体とスタンドの軸を接続して、これを繋ぎます。こうですね。こんな風にして、再びバックパックを接続します。ご覧の通り、ほとんど配線は見えませんね。台座に取り付けると、こんな感じになります。 あー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 ああ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  ロー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 ,ローかっこいいご覧ください、この赤、赤い光。これ動画で伝わりますかねこの凄さ。めっちゃくちゃ綺麗です。このパーフェクトグレードのユニコーンガンダムの真骨頂、これですよね。ライトアップギミック。これはすごい。 もう光り方が、こう、なんて言うんだろうな。ただ光ってるだけじゃなくて、こう光が強く光ったり弱く光ったりするんですよ。なんかこんな風に立たせて、こうコックピットをこう開いて置いておくと、1話のユニコーンガンダムを受け渡された時みたいですよね。っていうかこのサイコフレームがまだ展開してないのにこれだけ光るってすごいですよね。 いやー、苦労して作った甲斐があった。ちなみに明るい場所ではこんな感じです。というわけで今回の動画、いかがだったでしょうかまあレビューとはちょっと違うんですけど、なんとか組み上がりましたという報告です。そうですね、まだ購入してない方、もしくは今組み立てている途中の方に、まあちょっとアドバイスできればいいなと思ったんですけど、これね。 パーツ、約、まあ、パーフェクトグレードいつもだいたい1000ぐらいですよね。今回多分1000は切ってるぐらいじゃないかな。パーツ自体が結構大きいので、今までのパーフェクトグレードと比べると、あの、比較的サクサク組み立てられましたね。ただし、この LED ユニットの組み込み、これがちょっと大変でしたね。あの、プラモデルを作るっていう工程とはちょっと違う感じ。これが結構大変でしたね。 それ以外はすごくスムーズですね。まぁ、あ、今回のパーフェクトグレードっていうのは、いわゆる今までの見えない部分の内部の関節とか、ああいうシリンダーとか、全身にこう渡るディティールの表現っていうよりはもうあくまで今回はまあ完全変形をこなす60分の1スケールの発光ギミックのあるユニコーンガンダムっていう感じなんで、まぁ、あ、ちょっと今までのパーフェクトグレードとはちょっと違いますよね。うーん。結構熱いですよ。ちょっとした。 雑誌ぐらいありますでます、あ、でこう組み立てていくと完成しますあとは結構プラモデルを作る方って塗装する前に仮組みを行いますよね。今回のパーフェクトグレードのこのパチンって書いてあるところを気をつけてください。これ簡単には外れないんで、もう下手すると破損してしまいますね。取り外すこともすごく困難な場所とかも出てきます。まあ僕は幸いそういうの一個もなかったんで大丈夫なんですけど、多分すごく硬いですね、これ。 今回はこのパーツセパレーターというのが入っていて、これが結構万能ですごく助かりましたね。なんて言うんだろうな。これちょっと間違えちゃったなっていう時こうクイックイックイクイクイって開けたりとか、あとは LED ユニットの組み込みの時にこれを使ったりとか、うん、すごい万能ですね、これ。なお次回の動画ではデストロイモード、それからアンチェインドモード、二つのモードの変形のさせ方をじっくりレビューします。まあ、その時にもまたこれをビカって光らせるんで、動画が上がったらぜひ見てください。 いつも動画への高評価やコメントなど、本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたわでした。